高瀬神社の駐車場にやってきました。越中の国一宮高瀬神社では参拝します。これが表参道ということなんでしょうね、きっと。灯籠がでかいです。はい、大名持ちの御事ですね。七五三でしょうか。ちっちゃな神橋ありますね。では神橋渡ります。では参拝します。あ、合格絵馬。割とでもこじんまりしてるね。なでうさぎがありますよ。大国の主の御事ですからね。稲葉の白うさぎ。はい、本殿こんな感じです。うん、稲荷神社。高瀬稲荷社。では参拝します。これが社務所ですね。はい、長寿者。長寿。まあ岩の長寿で前はこれを組んだんでしょうけどね、コロナでこの形式に変わったようです。はい、こんな感じでした。それでは先に進みます。ずっとこれ参道が続いてるんですね。